事故の犠牲者となった歌手の坂本九さんの妻で女優の柏木由紀子さんが取材に応じ、亡き夫への思いを語りました。家庭でみんな子供たちとワイワイとベタベタやっていたのが、もう全員がみんな幸せだったというか、私の場合はもう本当あの時は一生分の涙を流したような感じですけれども、でもいつも毎日のようにこうあちこちにうちの中には主人の笑顔があるので、なんか一緒に過ごしているような気持ちにもなれるし。事故から35年が経ち、柏木さんは事故を知らない世代に伝えることへの思いも話しました。忘れてはいけない日ということを多くの人に伝えていかなきゃいけない、あのようなことを絶対に起こしてほしくないですし。